正しい血粉であればスチームやった時に綺麗に取れると思う。だから多少綺麗に落ちます。だから壁とかについてた血粉も早めの段階で見つかれば落とせる。けどそれが時間経っちゃうとやっぱりこうはいかないし、シーツとか染み込んじゃうのは取れない。